とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日は年越し2020マイクラリレーということで、マイクラダンジョンズやっていきます。それでは、今日の内容だけども、発売から今まで出てきたすべてのボスを倒していく、年越しボスラッシュをやっていきます。それでは、早速、やっていきましょう。はい、それでは、鐘を鳴らして、スタートします。ボスラッシュ。マイクラダンジョンズって発売当初はもう難易度がここまでしかないよっていう感じだったので、装備品をね、まあある程度は集めまくるとぬるゲーになったんだよね。でも秋ぐらいかな、秋ぐらいのアップデートの時にその難易度からさらにね、上に20個上げることができるようになって、そこからが地獄だったな。うん、プラス20は本当に鬼畜ゲーム、鬼畜やばいとこだったもん。いまだにクリアできないわ。はい、あ、でこれでボスですね。エヴォーカーが出てきます。エヴォーカーも最初戦った時さ、結構強かった思い出があるけど、もう慣れてしまえば攻撃も避けれるし楽勝だね。はい、ちょっと遊んでやってもこんな感じだ。では次行きましょう。レッドストーンゴーレム、ここはね、最近出たエンチャンターの書でストーンゴーレムをエンチャントして、早いな早いな。はい、ではどんどん行くよ。最初ここはね、なんだろう、難しかった。うん、あの召喚してくるスライムが強すぎて、ちょっとここね、何回か死んだもんね。でもやってるうちにここでね、レベル上げができたりとか、そういう、まあ、裏技みたいなものを発見する人も出てきたりしたよね。ここはね、結構話題になったな。はい、行きましょう。まあ、敵はね、アイテム出すんで、ここでずっと戦っておくと、あ、でもね、結構重くなるのよ、アイテムが重なりすぎて。なんで、ある程度でね、やめないと、落ちてるもんね、いつの間にか。うん、ここもね、結構回った。あと一発、いくよ。はい、行きましょう。次が4回目かな。4回目、ここは体験で倒します。体験もね、強いやつ弱いやつあって、最初の頃体験が一番強いって言われてなかったかな。心を奪うものがめちゃくちゃ強いと。でも俺的にはこのね、ブロードソードの方が好きなんだよな。うん、まあ敵によるもんね。体験向いてるやつ向いてないやついるから。でもまあある程度のエンチャントが揃えば誰でもいけるよね。誰でもいける、まあ、攻撃力はピカイチ。はい、あとちょっといきましょう。おっと、最後出てくるか。アーティファクトで、おっしゃ、雷出た。はい、まあまあ楽勝だね。では次のボスに、ちょっと待って、タコが多い。次のボス行ってみましょう。はい、ではここのボスだね。ここは結構ね、強いのよ。2発くらえばまあ間違いなく死ぬかな。なんで弓のね、エンチャント、このエンチャもね、秋ぐらい出たやつかな。ジャンプすると矢がジャンプと同時に発射されるっていうスキルなんだけども、これがね、なかなか強いのよ。うん、ダメージはそんなにめちゃくちゃは取れないんだけど、安全にいけるっていうところで、もうザコ戦もボス戦もいける。これはね、なかなか俺も使ったな。うーん、あぶねあぶね、ポーションないとちょっとやばいと。でも行く。まあ、ちなみに炎の矢と花火を使ってビシビシやってる感じだね。はい、もうちょい、もうこのまんま近接なしで矢だけでいこう。よし、うん、オッケー、倒した。
いい感じだ。では次何回目だ、7回目ぐらい、わかんない。まあ行きましょう。はい、今回は探検だね。探検も俺最初使ってた、探検最初使ったな。このね、連続で切るやつに雷と毒の雲を合わせてゴリゴリやってた。あの時楽しかったな。探検めちゃくちゃ強いってなってたから。でもリーチが短いんだよね。はい、おしまい。では次はね、元ラスボス。発売当初はここがねラスボスだったんだよね。今でもね戦うとそこそこ強いんだけども、でもまあやり方すら、やり方さえね覚えてしまえば何とでもなるようなやつだね。今回蜂を行きます。蜂と、バリアで行くね。最初のこのね、このバリアがうまいこと使えなくて苦労したんだわ。敵の攻撃全然防げなくて。でもアーティファクトのねバリアのレベルが上がっていくと、もう常にもうバリア張った状態で戦えるので、ここのボスはもう超余裕になったよ、ラスボス。でもまあちょっとね外に出て遊びたくなる時もあるんだけどね。はいはい、最初はこのレーザーには泣かされた。このバリアでも完全に防御できるっていうのがねいいよね。ちょっとバリア様々のクエストです。ここは蜂もいい感じで攻撃してくれてるな。危ない危ない、バリアの中入れ。持続ダメージもここ痛いのね確かね。これこの炎が結構この難易度でもゴリゴリ削られるんじゃないか。注意していきましょう。はい、あとちょっといくよー。危ない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 。めちゃくちゃ減った、めちゃくちゃ減った。でもまああと一発で終わりでしょう。よし、バリア張っていくぞ。あっ、相打ちなってしまうか。はい、行きましょう。さっきちょっと相打ちなったんだけどね、今回は普通に倒します。ここはねアップデート第1弾の時に出てきたとこ、ジャングルの魔物。こいつはね最初なんだろう、不具合かなんかがあって出てきた瞬間に倒せたりしてたんだけど、今はそれがないんだよね。なんか攻撃当たるまでちょっとバリアが発生してるみたいでダメージが通らないから、俺はここを炎の矢でね、燃やしてバリアを飛ばしてから攻撃しています。まあ周りに出てくる敵もねなんか草っぽい感じなので炎が効くのかなと、まあ勝手に思ってやってる感じ。まあ、ここもアップデートが来た当初は難しかったけどね、もう楽勝です。はい、じゃあ次のボス行こう。はい、ここのアップデートが、あ、これが確か9月だな、9月ぐらいに来たアップデートです。9月頭だったね。このね下が氷でツルツル滑るフィールドっていうのがなかなか慣れなくてね難しかった。でこのボスもねこれ食らうとめちゃくちゃ痛いから、まあ、バリア張ってくればいいのかな。でも避けながら戦うっていうこのシューティングみたいな戦いがなかなか面白い感じです。おっと弱点露出した。フィニッシュいきましょう。はい、なかなか冬のステージは面白かったな。ではこれが最近ほんとこの前アップデートできた場所ですね、テンペストゴーレム。最初戦った時ちょっと戦い方がねいまいち分からず、まあ、ゴリ押しみたいな感じで言ったんだけどね、これ普通に攻撃すると今みたいにパカってくるんだけど、これ周りの、ここをね風を全部吐き出させてしまうとよかったんだな。はい、で今日は、アーティファクトをカバンできてる。このカバンがね最近追加されたアーティファクトの中で多分
一番強いじゃない、普通にダメージ20万ぐらい与えるし、まあでも当たりが出ればね、当たりが出れば20万ぐらいですけど、これと雑魚戦とかでもかなり使えるやつ。はい、あともう一つこっちを風を吐き出させてしまうと弱点露出するんで、ここをゴリゴリ削ればいいんだもんね。でこういうなんだろう、戦略的な戦い方っていうのもね、後々考えたりして面白いよね。あ、戻っちゃった、もういけんか、 OK です。普通にしてもやっぱり全然減らないな、普通じゃなかなかダメージが通らない。進撃ライン、うわー、いまいちな。これもう一回弱点を露出させましょう。難易度が低かったらね、これもうゴリ押しでさ突っ込んでいくだけでいいんだけど、今回ちょっと難易度がプラス15なので、ちょっとゴリ押しでは HP が持たないかな。そろそろ弱点出ろ、もうちょいか、来た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 、はい、じゃあ行きましょう、フィニッシュ、気持ちいい。それでは年越しボスラッシュでした。今年もあと少し、病気などせずに楽しく過ごしていきましょう。それでは年末マイクラリレー、次の実況者はポコニャンさんです。引き続きご視聴お願いします。それでは皆さんありがとうございました。どうもナオチンでした。